皆さんこんにちは。レック専任講師、税理士消費税法を担当します小出と申します。よろしくお願いいたします。今回は消費税法のガイダンスということで、これからレックで提供しております税理士の税法消費税法のパーフェクトコースと上級コースのご紹介をしていきたいと思います。 その際に、まず利用しますパンフレットになりますけれども、こちらの方を画面に移します。今回、ガイダンスの方で使用しますパンフレットはこちらになります。合格のレック2024年合格目標、税理士、まずは会計2科目から、募金論、財務書評論、そして税法科目へ、こちらのパンフレットと、あとは、 パーフェクトコース、上級コースの目次とか、あとどのような内容が掲載されているのかというのを、パーフェクトコースのテキストと上級コースのテキストの方から、目次などを持ち寄りまして、そちらも使いまして、一緒にこちらのガイダンス、進めていければと思います。まず この2024年合格目標税理士の先ほど映しましたパンフレットの3ページを見ていただきまして、まずは会計科目2科目からということで、隣の2ページのところに、募金論と財務諸評論の紹介がされています、そして3ページが、そして税法科目へということとなります。 皆さん、簡単に税理士試験についてご存知かと思いますけれども、基本、試験合格ということで、官報で5科目の合格が必要となります。その時に会計科目の募金論財務諸評論は必ず受からなければいけない科目、そして税法科目が残り3科目ですけれども、税法の方も、 法人税法か所得税法、どちらかは必ず受からなければいけません。その他2科目の税法科目がまあ、お好きに選んでくださいということとなります。その時に今回ご紹介します消費税法なんですけれども、一応税法科目の受験人数としては一番多い状況にある科目ということとなります。 そしてまた出来上がった税法科目としては一番新しい平成元年に出来上がった税法科目です一時期は受験者数1万人超えということもありましたけれども今は多少落ち着いてきているという状況ですそしてその3ページのところ選択科目の消費税法のところを見ていただきますと今回 ご紹介しますパーフェクトコースと上級コース、簡単にもう特色がここに載っていまして、パーフェクトコースは基礎からの消費税法ということで、消費税法の学習が初めての方の選ぶコースということとなります。 そして上級コースというのは、受験経験者の方、消費税法の学習経験者の方が、上級コースを選んでいただくという基本前提になっています。まずはパーフェクトコースのご紹介ということで、こちらのパンフレットのところの14ページ、15ページのところをご覧ください。 パーフェクトコース通信ですけれども、14ページ、15ページご覧いただきますと、ほ他の税法科目の回数に比べて、消費税法はその半分っていうような状況になっています。ちょうどパーフェクト講座の講義の回数は、他の税法科目の半分です。 でですので消費税法、他の税法科目に比べると学習内容が少ないということで割と受験者数が多いというのもそういうところの理由にあるでしょうしまた、受験科目としての学習科目として選択される税法として消費税法、やはり多くの方が選ぶという状況になっています。 募金論財務諸評論余裕のある方一緒によく1年目から消費税法も一緒に学習を取り組んでいるっていう方もいらっしゃいますただしあの働いている方とか、ま、ず生活環境によってはあまりいっぱい抱え込むというのも大変ですのでこれからご紹介していきますご自分にあった 状況で消費税法っていうのが選択できそうだということでしたら、消費税法を初めての学習ということでしたら、レックでのパーフェクトコースの選択というのをお考えいただくと良いかと思います。ということで、まあ、消費税法です、講義の回数が26回、そして確認テスト、基本は4回ごとぐらいに、そこまでの 理解度というのを確認するためのテストということとなっていきます。全6回ということとなります。で、その後続いていきますのが直前期ということで、この直前期は、この後お話しします上級コースの方も直前期一緒に合流ということとなりますし、あとは、も消費税法、学習経験あります、直前期だけで大丈夫ですという状況でしたら、 最後直前期から交流するという状況もありますで。消費税法なんですけれども、基本レックにおいては、日照簿記3級の学習経験があれば学べるという状況のカリキュラムを組んでいます。ですので、これからパーフェクトコースのテキストの目次のところで、どのような学習方法で進めていくかということ、 日照簿記3級の学習経験で、レックの消費税法は選択できるということですので、詳しくそのパーフェクトコースの講義の流れとか、あとテキストでどのような学習をしているのかということを、これからご紹介していきたいと思います。ではまた、プレゼンターの方を使っていきまして。 え消費税法のパーフェクトコースのえ講義の進め方、まあ、目次のところでどのような講義を行っていくのかというのをご紹介していきたいと思いますえではこちらが総目次となっているんですけれども実は消費税法日照簿記三級の方から 学習経験で受験が可能というふうになっていますので、まず講義のカリキュラムのところで、えまずテキスト1とテキスト2の2分冊分で12回の講義がありますで。この12回の講義のところで学習していきますのが、基礎項目の学習ということで、テキスト1と2のところでは、うん 基礎基、基礎基というふうに並んでいます、でレベルも全部、基礎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 ってずっと最後まで書いてあります、でこのように基礎項目12回の学習で、まあ、一番最初、消費税法の概要から入って、でまあ、学習進めていって、最後の方では11回確定申告、12回で総合計算問題の解き方となっています。 この確定申告というのが、消費税法の学習で、国に納付する消費税の納付税額を計算して、それを申告書にまとめてということで、この確定申告をするというのが、最終目的ということとなるわけなんです。申告して納付するという最終目的です。このように、そして12回で基礎項目だけを学習していきまして、 要は簡単に申告,し申告して納付をするという流れを基礎項目のところで一巡してしまうということを行いますそして最後12回総合計算問題の解き方とありますようにここでは 実務の上では、実際税理士の仕事の上では、この確定申告という申告して納付するというのが最後の目的になるわけですけれども、受験ということですから、その申告して納付するという納付税額を計算するという総合計算問題、消費税法の本試験で出題されます。受験校ですから、テクニック、 を伝えることも必要ということで、このように総合計算問題を合理的に正確性を上げて解く解き方というのがあるんですよということで、受験としてのテクニックを伝えるっていうような場面も出てきます。こうししててて基礎項目のの12回の学習を終えていきまして 次に行っていきますのが、消費税法はテキスト4冊分あります。で、この時なんですけれども、3冊目、4冊目は、今度は応用項目の学習ということで、14回の学習がセッティングされています。で、テキストの3とテキストの4では、応用項目の学習。ですから、レベルも全部、応用、応用、応用となっています。 ということで、基礎項目12回の学習を終えまして、申告して納付するという簡単な内容の方を一巡しました。受験の上では、また実務の上でも、基礎項目の学習だけですと、きちんと正しいというかね、もっとやはり高度な応用項目というのも、すべて学習して初めて消費税法、受験も可能となりますし、実務、 のの対応とというのも可能となりますですので基礎項目を一巡して簡単な流れというのを全体抑えたらその後は応用項目を学習することによって受験上そして実務の上でもこの応用項目も出てきますので実務の上でも。でですので 基礎項目を終えて、がっちり基礎を固めた後に、このように応用項目を学習していくという状況になっています。このように、基礎から応用へという学習体系を組むことによって、テキスト2冊分の上では、落ちこぼれることなく、全体を一巡、基礎項目を一巡しまして、 そして基礎の力をしっかり復習で確認して身につけてからこのように難しい論点に進んでいくということで消費税法では落ちこぼれることなく受験まで学習が進められるという状況を作っていますそしてこの辺ちょっとあの赤いライン自分でちょっとあの 乱れてますけど入れたんですけれども、まあ、皆さん方あの本当は2024年の受験のところではすでにインボイス制度というのが導入された世の中になっていますインボイス制度実は令和5年10月1日から実施されていましてですが消費税法の本試験は令和5年4月の中旬ぐらいの実際の法施行例をもとに 問題が作成されていきますですので令和5年10月1日実施のインボイス制度についてはまだ令和5年度の本試験の受験科目にはできなかった受験,項あすみません受験項目にはできなかったっていう状況にあるわけなんですそしてインボイス制度はもうすでに実施された中で動いあのまあ 活動していますけれども、インボイス制度は、ですので、令和6年度、2024年度の本試験の項目ということとなっていきます。そして、これは改正項目、令和6年度本試験に関わる改正項目としての取り扱いということにもなるわけなんです。消費税法の本試験は その年度の改正項目がすぐに出題される、また出題されないと翌年度に出題されるというような傾向が高いです。ですので、この19回のインボイス制度についてというのは、今回、2024年度初めての学習項目ということとなりまして、今回、2024年度の本試験での出題というのが、もう本当に大きく考えられる。 といいいう状況になっていくかと思います。で、このように少し応用項目のところは4回やって確認テスト次は,はあの回やってあ3回やって確認テストで最後のところでは12345677回やって最後に確認すいませんテキスト4分冊では7回やって 最後確認テストということでちょっとあのインボイス制度とかが入ってきたおかげでえ講義のカリキュラムを4回ずつに区切ってというところでちょうどキレがいいというところがなかったのでこのように確認テストまでの間がえきちんと4回っていうような4回やってから確認テストというのを取ることができない状況になってしまっています。 そしてこのようにこのような全部合わせて26回の講義をしていくわけなんですけれども、消費税法は、日照簿記3級からでもね、学習が、あ日照簿記3級の学習経験があれば、まあ、受験可能というかね、学習可能というふうにご紹介していますので、

学習方法、理論っていうふうに書いてあるんですけれども、その下にはね、こうやって計算っていうふうに続いています。で、実は、あの、消費税法の本試験なんですけれども、問題の出題として、理論の出題と計算の出題というのがあります。で、計算というのは、先ほど、あの、テキストのね、 基礎項目の最後の学習で総合計算問題の解き方というのが出ていましたけれども、計算問題というのは、基本的に総合計算問題ということで、要は最終的に消費税の納付税額を計算するという、ね、あの手計算する、受験生自身が電卓を使って手計算していくという総合計算問題というのが必ず出ます。 でここ近年では総合計算問題のほかに「証文」という形でちょっと小さな問題であの総合計算問題以外の論点を出してくる出題してくるという証文の計算問題と一緒に、まあ、1.5台ぐらいという形ですかねそのような出題というのがのここ近年続いています。 で今最初ご紹介しようとしているこの理論なんですけれども、理論でねどのように学習すればいいのかというためにこういう紹介をしています。で、合格をつかむための理論対策っていうふうに始まっています。もうテキスト一文節からこれから受験までの最後の瞬間までのところ。 に向かってはは最終目標は消費税法の合格をつかむことなんです,ですのでこれから消費税法受験するまでの間です理論対策としてどのようなことをやってほしいかもうテキスト1冊目の最初の授業でこれを実はご紹介しています。 で合格をつかむため、理論対策、何をすればいいのか、それは、理論の理解と暗記の作業だというふうに出ているわけなんです。実は、税法科目、特に消費税法なんですけれども、消費税法は、ずっと続いている理論の出題の仕方 の特徴として、まあ、先ほどお話ししました改正項目がすぐに出題またはすぐに出なかったら翌年に出題というような形でその他改正項目が薄かったりする場合はいろいろなこれからご紹介します応用理論っていうようなところでいろんな理論を使って回答させていくっていう。 状況のの問題ってあどういうふうに回答するかというとここに書いてあります「消費税法本試験」の理論は基本的に配布されている個別理論集から出題されてきます。でどの受験学校もそうなんですけれども。 その受験学校ごとに個別理論が集まっている個別理論集というのを配布しています。まあ、学校によっていろんな呼び方ありますけれども、レックでは個別理論集です。で、その個別理論集です。実質何台あるか、消費税法、今は50台近い個別理論という状況になっています。 平成元年に消費税法が施行された時にはまさかこんなにいろんな改正が入って理論が増えてしまうということは想定,して、まあ、想定されていたんでしょうかもうですからその平成元年に導入された時からは1.5倍から2倍ぐらいに増えている最低限1.5倍には増えている状況にあるかなというふうに思います。 そしてこの個別理論集から出題されるんですけれどもだいたい意義規定この言葉について説明しなさいとか、えー、交互こうこういう内容についての簡潔に示しなさいというような状況でそれについてはこの個別理論集に掲載されている内容そのものをあの一台の内容そのものを回答したり とか言葉の説明そのものを回答したりというような形でもう単純にこれについて書きなさいという単純な個別の理論の出題そしてもう1台は大体必ず応用理論ということでこういうような事例とかこういうような取引がありました。そのの時にどのような 考えをしてどのような条文根拠規定を使っていきますかっていうような形であの回答するにあたって一つの考え方だけではあの足りないっていう応用理論の出題事例応用理論の出題というのが基本問題時代という形で出てきますでその事例応用理論の場合応用理論についてはってここに書いてありますけれども こういう回答をすることになるんです。暗記した個別理論のうち、該当する理論の一部分を抜粋して、組み合わせて回答を作成することが基本となるんです。応用理論だからといって、あの論文を書いて回答するのかといったらそうではないんです。で、ましてや、まあ、たかだかってね、たかだか1年勉強した受験生が、かっこいい論文を書いて っていうようよなことができるかといったら不可能なんですですので応用理論の問題についても暗記した個別理論のうち該当する理論のねもうあのいろんな個別理論を組み合わせて応用理論について回答ができていくっていう状況になるわけなんです。でですのでまあ 一言ぐらい論文じゃないですけれどもど,うどのようにあのこういう結果になるっていうふうに導き出したかというのを簡単に受験生が作文してでその作文をしっかり正しく受験生が書けるわけないですからどの根拠規定どの個別理論を使ったのかということで団体簡単にあの流れを作文したら根拠規定として 覚えた暗記した個別理論を組み合わせて回答を作成するということになるわけなんです。ですので、合格をつかむための理論対策は、個別理論集をすべて暗記することということとなるわけなんです。 でここにね、ちょっとあの厳しいこと書いてあるんですけれども、理論暗記を侮ってはいけません、例えば約、ね、50代だってお話ししました、これ、8ヶ月240日で暗記しよう、50代をっていう計画立てると、2 4 0る5 4 8 5日に1台を暗記していくペース、単純に計算するとこうなるわけなんです。ですけれれどもこれ私があの 論財務諸評論と進んだ後と初めて私選んだのは実は法人税法だったんですけれども初めての税法科目の学習ということでこの理論の暗記っていう体験も初めてでもう本当に暗記するのがね嫌で嫌で苦痛で苦痛でしょうがなくってずっと逃げたんです。 で3ヶ月90日なんても残りもしないででなおかつ法人税法の暗記理論は消費税法より多いんですでその当時で70何台ぐらいかね75とかすごい一生懸命暗記したと思うんですよねでそれ,それを逃げたわけで1年目は逃げたわけでで 採用90日ななんかかもも残ってなかってたですもう逃げまくって、でそうして、ね、そんな短い期間で75代ぐらい、覚えようとしたら75代ぐらい、受かろうとしたら75代なんていう法人税後の理論を覚えられっこなかったです、もう仕方なく持ってったのが 10, 10代、10代あったかなぐらいで、所詮10代しか暗記してないところから、 出題してくれるわけないわけですからですのでもう法人税法1年目はそのまんまねあの、まあ、絶対受かりっこないっていうのが分かってあの受けに行った経験しに行ったっていうことだけで済んでしまいましたですのでここにね本当にこれ私自身の本当のあの辛いっていうかねもったいない人生から皆さんへのアドバイス逃避をせず真摯に取り組んでいただきたい。 このね、理論の暗記作業というのを税法科目の試験に合格するにはすべてこの理論暗記の作業が必要となります。他ののの税法科目の受験の上でも 理論個別理論集の暗記っていうのは必ず必要となってくるんです。逃避をせずにね、真摯に本当に取り組んでいただきたいというのが、私の経験上からの皆さんへのアドバイスです。で、実はこの理論の暗記の仕方も、消費税法では、本当の第1回目の講義のところでご紹介しています。これ 計算の学習方法をした後で、その理論の暗記の方法もご紹介していきたいと思います。では、計算の学習方法です。先ほどもちらっとね、お話ししましたけれども、総合計算問題はすべての消費税法の本試験の年度で出題されています。 で近年の出題傾向を書いてあります内容ボリュームともにハイレベルになっていますきちんと回答することは試験時間内では不可能な問題なんですですのではなから計算問題は50点満点になっていますけれども50点取ることは不可能なんですでなおかつ実はあの計算問題というのは総合計算問題ですから問題文が 結構長いんですすごい年には計算問題だけで10ページぐらいある10ページ超えた時っていうのも実はありました。ということでもう内容ボリュームともハイレベルもともと50点取れないようなハイレベルな状況の上にそんなふうに何ページにもわたる問題文になっていますから普段専門学校で とてもいい得点を取ることができている受験生の方でも、計算問題では一行読み飛ばしたとか、思い込んで読んでいた内容が実は違っていたという、ケアレスミスを頻発,ススを頻発しやすいのが、計算問題ということとなるわけなんです。 ですので、ここに計算問題に対する正確性とスピードは、問題演習を何回も解くこと、つまり何回も復習することにより身につけることができるから、予習は不要を、大切なことは回答を暗記してしまうくらいの復習ですというふうに書いてありますでこの復習とても大事です。 で最後にはテクニックとして、きちんと計算問題も、総合計算問題の解き方で、どのように解いていけば、このハイレベルにある程度ついていって、合格を手につかむことができるのかというテクニック、伝えていきます。このテクニックを身につければ、と解いていい問題と、挑戦してはいけない問題とっていうようなのも見えてきます。 それをそれを見極めるための力というのがこの復習なんです復習をしてもう受験生みんなどの学校でも学習する内容はほぼほぼ同じですですので同じことを学習している中でしっかり合格をつかむには何が必要になってくるかというと その専門学校で紹介した学習をきちんと身につけること計算できちんと身につけること、理論をきちんと暗記することなんです。で、計算については全部なんて解くことができ、元も々ともと解けないわけです。どこを解けばいいかというのは、専門学校の内容を復習していれば、その復習で早く解けていくものを性格とスピード。 をきちんと持てて溶けていくものは復習を積めば積むほど正確性とスピードっていうのが回答できる問題に対して上がっていきますですのでこの復習を積むことによって回答可能な問題に対しての正確とスピード性というのを持って計算は得点を加算でいくっていうような 方法になっていきます。これが計算の合格をつかむ対策ということとなっていきます。ですので、あと、常々レックではこういうことをアドバイスしていきます。今、計算というのは、50点満点なんてとても取れないハイレベルですし、ケアレスミスを起こしやすいものなんです。ですので、実は、えー 試験の時間が120分というふうに2時間120分です。計算を深追いして、ケアレスミスとかで得点が取れにくいものに対して時間をかけて深追いするよりも、理論っていうのは暗記さえすれば、個別理論を暗記さえすれば、必ず基本そこから出題されてくるわけです。ですので、 ね、逃げた私が過去にあるわけですけれども、しっかり暗記さえすれば、必ずその覚えた個別理論で回答が作れるようになっていくんです。で、理論に対してもテクニックがあります。応用理論、受験生は苦手にし,かしがちです。私も自分の受験経験の上では、どのように応用理論に対して向かえばよいかわからなかったです。それを、 3つのテクニックというのを、まあ、こういう専門学校の方のスタッフ側に携わるようになってあ、応用理論の回答をするには、この3つのテクニックを使っていけば、どれか使えば必ず応用理論を白紙にせずに回答できるではないかということを気がつきまして、きちんと応用理論も回答できるようなテクニックを お伝えする講義というのも基本パーフェクトコースの方ですと直前期のところでそちらをお伝えするようになっていますが手前のところでパーフェクトコースのところでも実はこういうような考え方でテクニックがあって応用理論っていうのも回答できるようになっていくんですよっていうようなことをねご紹介したりする場面っていうのが出てくるかと思います。 でこの後あとご紹介する上級コースですが上級コースは学習経験者ということで今この3つのテクニック上級コースのご紹介のところでちょっとね開示しようと思いますこのように学習方法というのも最初第1回講義からお伝えしていきますので 本当に落ちこぼれることなく、受験の瞬間まで進めていくことができるようになっていきます。そして、先ほどこの理論に対して、暗記が必要となっています。レックではまた、第1回目の講義のところから、その理論の暗記の仕方というのも、こういう方法があるんですよという暗記方法をお伝えしています。 これ第1回講義のところからえこういうあの理論の、ね、46ちょっと今、あの教材の方そのインボイスという改正項目の状況によってあ今あの、最終的にその個別理論集の,の,あのチェックをしていますですのでちょっとこの理論の46が実際は、ね、変わってしまう可能性あるんですが、まあ、こういうちょっと短い理論なんですけれどもこの1台 とても短い理論がありますでレックでは理論の暗記をね早くからあの逃げずにね進めてほしいということでその回のところでこうやって解説された理論についてはこれからその解説された部分についてはすぐに理論の暗記作業に入ってくださいという状況になっています。 ちらっと先ほど、目次のところをご紹介しましたけれども、こうやって、例えばね、基礎項目で、解説理論っていうふうに入っているわけです。この解説した理論について、すぐさまね、あの暗記作業に入ってくださいっていう状況で、第1回目のところでは、このように。 理論の46ちょっとね番号変わる可能性あるんですけれどもこうやって解説しています。これただ もし解説なしでこの理論,理論の46ちょっと少しだけ読んでみますと事業者括弧免税事業者を除くは不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等括弧輸出免税等により消費税が免除されるものを除く以下同じを行う場合もう今この、ね、1行半読んだだけで何言ってるんだかわからないっていう状況ですよね。でですのでそののそ何言ってるんだだだかかわらなないいものをいきなりただただ暗記し してくださいともう私も意味もわからないのに暗記することはできないというタイプでしたですのでこのように言葉のところに説明を入れていきまして講義のところではその言葉に対して説明を入れていって実はこ,うこのねあの難しい消費税法の用語を使った。 の理論なわけなんですけれども簡単に言うとこういう内容のことを言っているんですよというふうにかん本当に簡単な説明をしてそしてあそういうことなんだということの説明理解してから正しい。 消費税法の用語で暗記作業に入っていただきたいというふうに暗記しやすいように言葉の説明をしていきますそして暗記作業に入ってくださいということをお願いしているわけです。 でこの最後、アドバイスにはこんな風に上記理論46ちょっとね番号変わるかもしれませんがこれ実力確認テスト第1回の出題理論というふうにしていますですので早速、理論暗記作業を経験してみようということで理論の暗記の仕方というのまでこうやって1回目のところでご紹介していますこの暗記作業例は実はあの私が受験上やったことなんです。 の暗記しやすい量、分節で区切っています、まあ、この理論です,ですと、でもこの理論でも、全部1回、あの1、2、3、4、まあ、5行とはまではいかないですけど、4行ちょっとぐらいですかね、これ、全部いっぺんに4行ちょっとぐらいだったら、覚えられるっていうんでしたらいいんですけれど。 あの、もしダメだったら、例えばね、ここ、ちょうど文節いいぐらいのこのにおいてとかっていうところで区切って、で、こうやって暗記しやすい量で文節を区切ってみます。で、文節ごとに何度も読んでみるっていうことをするわけなんです。例えば、私、もしここのにおいてのところで区切ったとします。ただ、このにおいてまでの、まあ、2行分ぐらいですかね、においてまでの2行分ぐらいを、私は、 30回とかずっとこの2行分ぐらいだけを読むんです。でこの2行分ぐらいを30回読んだらその次最後のねこの2行2行ちょっとぐらいですかねあらかじめから最後までのところこれもまた30回読むんです。で30回読めば なんとなく、あの、例えばね、においてまで30回読んだら、もう最後は空で言えるようになってる可能性高いです。こっちも30回読めば、最後の方は空で2行,分2行ちょっと分ぐらいね、空で言え,る言えるようになってるかと思います。で、さあ、そしたらここです。文節ごとに何度も読むことをやったら、今度最後に全体をつなげて、 空で読んで暗記度を確認するというふうになっています。さあこれ、30回読んだところで行けば、最後の30回近くは、近く、30回目近いところでは空で言えるようになっているでしょう。で、でも2、2回目の30回をした後は、 最初の30回のところの最後空で言えたのを忘れてしまってるかもしれません。そうしたらとりあえずどれくらいつなげて空で読んで暗記度確認って書いてありますが、1回目はそんなね、たかだか 2, 2分節 ?2 分節ぐらいなのに全体つなげて言うことっていうのはできないかもしれません。 ですけれども、こういう経験者います。このパンフレットの21ページを見てください。パンフレットの21ページですけれども、合格した方がこういうことを発表しているんです。パンフレットの21ページです。えっと、一番下の合格した CS さんという方なんです。CS さんの体験談の2行目の後半です。 問題は理論なんです。書くと腕が痛くなるので、ということで、あの、あんまりね、理論を一生懸命書いていきますと、検証演になってしまいます。検証演になったら、せっかく、ね、万全な体制で本試験受けたいところが、腕が痛かったら、理論、 計算回答すするることがでできなくなくくってくるわけです本当の実力で回答することができないです。ですので書くと腕が痛くなる検証になってしまいますからそれからはひたすらブツ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 すると最初は1対223時間かかって覚えていたものが次には 一時間半、さらには時間が短縮して、一日に回す台数も徐々に増やし、理論は計算にリンクしているので、相乗効果もあり、脳に定着してきたようで、本試験直前一週間には、毎日、この時代はね、41台、全部で41台の時代でした。 これそれからね、またあの5、6台多くなってきているわけです毎、毎日41台を回すことができましたと書いてあります、これ、どういう状況かというと、こういうように分節ごとで区切ってということで、の解説理論についてあの、毎回講義するたびに解説理論が増えていきますから、暗記理論がどんどんたまっていくわけですよね。 でそうしますとやはり1日の中で暗記する理論もしあの1日そのこの日学習しましたというと 日に暗記理論とというのを増やしたとしたますで前から積み,積み重ねてこういうか分節ごとに区切ってブツ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 あの確認していった理論が今まで4台あったとしますで一番最初にやった理論ほどもう定着度は上がってるはずですよねもう前あの暗記した理論は1台も捨てずに4台毎日毎日4台確認してきてるっていうことを続けてるんです。 ブブツブツ言うだけの確認を毎日毎日4代するっていうことを続けているんです。でさあ今日学習が済んで5代目入ってきたんです。で5代目入ってきた時に まず、その5代目の理論を暗記する作業っていうのをしていくわけですよね。で、その時に暗記する作業をしました。で、前から覚えている理論っていうのがあるから、4代と1代増えて5代っていうことにね、暗記確認作業をする理論が5代に今増えて、増えたという状況。でその時に、毎日今度、あの、1代増えて今の瞬間から5代になりました。では、 今までの4台と1台と合わせて5台をあしまあ今日からですね、増やした今日から5台を確認作業するかって言ったときに、いや、4台だったら、前の4台だったら、まだ短い時間でできるけど、新しい1台を足すことによって5台を確認するには、自分の生活パターンから言って、時間がなさすぎるという状況でしたら、 その時には前の4台と新しい1台でその1台にまた新しく暗記作業が入っていけば1台が2台になっていくそうしたら4台,4台を1日目2日目に新しい理論の方っていうふうにして今度暗記作業を4台だったら毎日毎日1日4台をやるでも5台だったら無理だったら4と1に分けるということで1日目に4台か 確認2日目に1台確認またその3日目のところが4台確認で4日目のところではもし,もし自分がその日新しい学習を入れたということでしたら新しい1台にまたそのさらに新しい暗記を増やしていくということで4日目のところでは暗記作業が新しく増やしく。 増やした1台と前のその前に新しかったものとで合わせて2台ですそうすると今度は4台2台4台2台っていう確認でその2台のところにはまた3台になり4台になりっていうふうになっていくと思います。自分がが日4台確認するのが ギリギリできることだっていう風になったら、四代四代、四代四代とするわけです。で、四代四代、新しく暗記したら、四代四代、一台となって、要は、三日間かけて暗記の確認という風に、日数が、あの、四代四代って、四代になるまで、あの、ワングループ作って、そして、 それがどん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 ね4台4台4台が増えていって暗記の確認をするっていう日数があの出てくるあの増えてくるっていう形です。でパンフレットの21ページにありますように CS さんおっしゃっていますあのどんどん確認することを何度もやっていけば1台に対してかかる時間が短縮していきますし1日に回す台数も 今まで4台で区切ってたものが早くね、確認できていけば、あの4台から6台に増やすとかっていうふうにあの、時間を、時間が,が短縮する分、暗記確認する理論を増やすことができていきます。で、パンフレットに、理論は計算にリンクしていると書いてあります。あの実はこれは、各講義では、 パーフェクトコースあの計算パターンを学習しているように紹介していますけれどもその計算パターンというのは実は消費税法の条文の言葉を計算するためにあの直しているというかね 消費税法パーフェクトコースの学習は計算パターンを伝えているんですがまあ,あの私自身受験生の時そうでしたが計算パターンで計算っていうのはあのなんとなくね議論ほどあの覚えにくくはなかったので。 計算はなんんかすすややりやすいんで,すであこういう順番でこういうものを出していくんだっていうふうに計算パターンを身につけますと実はその計算パターンは消費税法の条文つまり理論の言葉を計算パターンに変えただけですから計算パターンの流れが分かればその流れの通りに実は個別理論集に書いてあるんです。これががが理理論と計算がリンクしてていいるっていうことが理解でき できるようになる瞬間なんですということでこの21ページ合格者の c s さんがこのように述べていますですのでしっかり消費税法のテキストにのっとって学習を進めていただければ日商簿記3級の学習経験の方もしっかり最後まで消費税法受験の力を身につけることができるというようになっています ということで、パーフェクトコースです。こちらのところ、パーフェクトコース、テキストのところ、あ、すみません、パンフレットの15ページに戻っていただきまして、15ページのところ、パーフェクトコースはこのように、講義の26回確認テストの6回を終えますと、直前期に入っていきます。直前期というのが、 消費税法は、講義が4回、当連が3回、模試が1回、予想当連2回というふうになっています。直前期というのは、すべて演習問題ばかりを解くというわけではなく、この直前期のところでは、講義が4回とあります。 今回、インボイス制度の取り扱いによって、今まで昨年度までは講義は3回で、最後の講義のところは2時間の演習問題を自宅学習で解いていただくということで、ですので、当練は実は昨年まで4回でした。まだちょっとこの直前期のカリキュラムをどうするかというのを今後決めていきますので、あの講義回数が今後4回からどう変わるかというのはあるんですが、このように直前期も講義ということで、 まだパーフェクトコースで説明が済んでなかった部分の理論の解説をしたりとか、ここのところで、あの本試験の理論対策、計算対策ということで、まあ、理論についてはその合格するための3つのテクニックを、ここ、直前期のところで、パーフェクトコースの方にはご紹介したりというような状況になっています。 ということで、パーフェクトコース、このように、パーフェクトコースの講義と直前期の講義とで成り立っています。えでは、続きまして、上級コースの方のご紹介をしていきたいと思います。で、上級コースの方なんですけれども、まずパンフレットの方で、どのように上級コースご紹介しているかということで、パンフレットの22ページ、23ページを ご覧ください上級コース22ページ、23ページありますように、上級は上級講義と上級開放講義と上級トーレントで成り立っています。講義8回、開放講義4回、トーレン4回ということとなります。ということで、消費税法の上級コース、具体的にまた上級コースの目次の方を、 え紹介しながら、このようなカリキュラムで上級コースを進められていくということをご紹介していきたいと思います。え消費税法です。ちょっと今度はね、小さくしますけれどもえ。上級コースの学習内容の確認というふうになっていまして、今、 パンフレットの方で上級は講義が8回、開放講義が4回、当連が4回というふうになっているんですが、消費税法ではこのように、 あの4セットに分けていますどういうことかというと、講義を2回やって、解放講義を1回やって、当練を1回やる、これで1セットです。で、次の2セット目も、講義を2回やって、解放講義を1回やって、当練を1回やって、これで1セットです。 で、次にまた、講義を2回やって、解放講義を1回して、当連を1回して、また講義を2回して、解放講義を1回して、当連を1回して、ということで、これが3セット目、4セット目です。で、見ていただきますと、1セット目のところのメインテーマがこのようになっています。で、2セット目のところのメインテーマがこれです。 で、3セット目のメインテーマはこれになります。で、4セット目のメインテーマがこちらということとなります。ということで、実は上級コースというのは、個別理論集の全体を4つに分けまして、その、この4セットを終えることによって、 要は、消費税法、あの、個別理論が全体を、あの、一回確認するということは、消費税法の確認を、あの、一回全部行うというのが、この4セットを行うことでできるという状況になっているわけなんです。で、上級コースは基本学習経験者ということですから、もう、パーフェクトコースのように、いろんな、あの、 細かいことを説明するというような状況を、状況の内容ではなくって、例えば講義が2回分ありますけれども、どのセットでも同じですが、前半の講義では個別理論編となっていて、このメインテーマである個別理論について、 本試験で出題された場合は、どのように注意して、ここを書き間違えると大幅減点だとか、上級コースは学習経験者向きということなので、もうすべて、あの、経験する内容は、いかにして合格をつかむかという、ある程度テクニックに特化した形の学習内容ということとなっていきます。で、このように、あの、 改正項目なんかも確認する会っていうのをね作っている状況あ、確認する場面っていうのも作っているわけなんです。で、講義の後半は応用理論編となっています。ですので、応用理論が出題された時に白紙にしないテクニック、このメインテーマに対して、特に上級コースでは、この合格をつかむためのテクニックに特化するということですから、 過去に出題された問題というのを提示しまして、その時にどのように回答しておけば合格ができたのかというアプローチを個別理論なり応用理論なりに対して行います。で、この時に先ほどね、パーフェクトコースでもちゃんと応用理論を 白紙にしないテクニックがあるんだというお話しました。私、受験生の時には、応用理論に対して、どのように回答をアプローチしていけばいいのか、方法がわからなかったんです。で、ですので、応用理論に対して、要は、こういう理論に対しが出た時には、こういう個別理論を回答に使っていくっていうことを、もう仕方ない、暗記するしかなかったんです。で,ですが、実は、 受験全部ね5科目受かってこういう消費税法のスタッフに関わるようになって気がついたんです応用理論に対して実は白紙にしないテクニックが3つあったんですそれはその個別理論の目次を見ていただくと タイトル、正立てごとに関わっている理論がいくつかあるんです、で実はその小立てのタイトルに関わる応用理論は、そこにグルーピングされた個別理論が回答として使えるんだ、これに気がついたんですね、それがテクニックの一つ目なんです、二つ目は、先ほど、計算は理論から成り立っている、だから実は、計算パターンを思い出せば、 関わる理論がどこかっていうのがつながっていくんだっていうこれが2つ目のテクニックなんです。計算パターンを理論とリンクさせるっていうことなんです。これが2つ目のテクニック。3つ目のテクニックはどうしても1つ目も2つ目も歯が立たな,歯が立たなかったらそのテクニックが歯が立たなかったら3つ目最後こういうテクニックがあるんです。 問題文章の中に使われている言葉その言葉とつながる個別理論を回答に使っていくんですそうすれば必ず応用理論は回答できますでその回答は絶対的外れになっていませんから必ず得点につながっているんですこうやって理論は得点を重ねることができるんですよっていうのがこの3つのテクニックなんです 学習経験者の方が合格をつかむためということでこのように応用理論に対しても必ず回答ができるようにっていうテクニックを積んでいくこれが上級コースの学習ということとなりますあとはこの回ではパーフェクトコースの確認テストの計算を合理的に解くっていうことをご紹介することによって 計算に対してのテクニックのアプローチも積んで、そして解放講義等連。実は、これ2時間演習問題を続けてやることになります。で、この解放講義のところでは講義と書いてありますから、2時間の演習問題を、この講義会は2時間半ありますから、その2時間の演習問題、 時間配分を学習していただくことに開放講義では使っていきますのでこの2時間の中を時間配分 私のの方で時時間間配分ししててコールをしていきます例えば15分でこの個別理論を書いていただきますこれから15分取りますということで15分経ったところで15分の時間のコールをしていただくということでここは時間答練の,の,ととのところではご自身で2時間解いていただいた後解説ということとなっていきます。 ということで上級コースはこのように学習経験者をもとにして合格をつかむためのテクニックに特化した上級コースということとなります。で パンフレットの22ページ、23ページにありますように、上級コースの方も、最後はパー,パーフェクトコースと同じ直前期のところに合流ということとなっていきます。でパーーーフェクトココススのの方、実はこの上級コースについて、 個別理論をある程度暗記が済みましたら上級コースでテクニックを磨くことが可能ですですのでパーフェクトコースの方上級コースをもし受講するしたいという状況ですと直前期の学習の時に一緒に並行するっていうような形になるかと思いますただやはり負担が大きくなりますのであのどうぞそのあたりは皆さんの学習環境と考えてパー,パーフェクトコースの方上級 コースの受講というのを考えるときには、あのご自身の学習環境を考えていただければと思います。思います。このようにえ最後までバーベクトコース上級コースのガイダンスお付き合いいただきましてありがとうございます。レックレック東京リーガルマインドの方では消費税法の学習合格をつかむためにスタッフ一度 皆さんのために一生懸命教材の作成、講義の方を提供していきたいと思います。どうぞ一緒に合格をつかんでいきましょう。消費税法の講義の受講をお待ちしております。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。